こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は残生数点仮祭を横切り朝敵一斉人老によるです。これは長安の春望と題する長歌という人の詩の一節で、消え残った星空の中を狩りが砦を横切って飛び、物悲しい長笛朝敵が聞こえてきて、人は誰どもなく功労に寄ってきたということ。人も美しい、今日も美しい、市場の秋の風景を言います。前から残生数点仮祭を横切り朝敵一斉人老によるを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。